明けましておめでとうございます。プラスワンの伊坂です。今年一発目の幸せ宅急便ムービーはニューヨークからお届けします。25周年を迎えましたプラスワンの昨年を振り返ってみたいと思います。グアムに行ってきました。グアムに行って、まあ、あの大体グアムに旅行って、まあ、大体ゴルフして酒飲んで飯食ってどこに行ってもあんまり変わらないっていうところなんだけど、まあ、なぜかなのか、まあ、昨年はグアムで盛り上がりました。まあ、今回で11回目のプラスワンゴルフコンペだったんですが、まあ、あの10月のですね、秋空の中本当に天気に恵まれてですね、関係取引業者ともに遊んできました。年に1回のコンペでありますので、会社的にも気合い入れて、あのいい商品をですね提供するようにして、会社が25周年ということで25位の人に、55型の 4K テレビと、商品券5万円分ぐらいだったと思いますね。虫を捕まえるのっていうのはもうほぼほぼ数十年なかったんですが、私の後輩たちの間でですね、JC ビートルクラブなるですね、まあ、非公式のクラブがありまして、何やってるかといったら、夜中におっさんたちが集まって、カブトムシやクワガタを捕まえるというですね、そういうサークルがあります。童心に戻って虫をむちゃくちゃ捕まえました。今でもそこ行ってますけど、大クワガタ、こんな大クワガタ、あれ多分売れば30万ぐらいしますよ。春の段階でですね、沖縄で、2本、福岡のシーズンっていうのは大体8月から11月ぐらいの間なんですが、2週連続2本シロカワカジキっていうですね、非常に高級魚をあげました。執念と運じゃないでしょう、そんなもんです。これも最近恒例行事になってるんですが、まあバーベキューですね、外での野外でのバーベキューをやりました。まあ、来れる人はね、まあ家族、嫁さんとか子供さんとか連れてきてもらって、いいんですが、まあ、みんなで要は肉食いながらビール飲もうぜっていう、まあ、そういう会でございます。2月のですね、第1日曜日、餅つきをします。餅つき大会を朝からやりまして、通行人の方だとかご近所の方に、振る舞います。酒でも飲みながら、餅つきながら、一日みんなで、まあ、地域密着型行事として、もうこれも10年を超える期間やってるんですが、ぜひですね、今年の2月の第1週日曜日もお待ちしております。6月に、ゲージ7でありまして、年末の12月にですね、ドラムロゴスで、やらせていただきました。さらに、博多駅前広場でクリスマスマーケット8本ですから、今年10本ライブしたことになります。要はクリスマスマーケットに来てる人って、ほとんど我々のことを知らない人たちが来てるんですよ。で、この人たちが要はご飯食べに来たりとか、ホットワイン飲んでるわけですね。知らない人たちがホレモンでこう乗ってくるんですよ、途中で。で、最後頃はもうずっとアンコールが出っ放しなんですよね。ほら、逆に気持ちがいい。今年もですね、また精力的にビシバシやっていきたいと思いますので、ぜひ、来られてください。楽しいロックンロールにしたいと思います。皆さん、長い時間どうも お付き合いいただきましてありがとうございます。今年のテーマは、まあ、たまたまニューヨークに来ているわけでありまして、 Exciting New York というところで、今年はですね、昨年よりももっともっとエキサイティングな会社代理伊坂誠でありたいなと思っております。今年もぶっ飛ばしますので、よろしくお願いいたします。